チャンピオンズリーグの、第4節が終わって、5節ですね。シンドトロイデンと、バイルンが勝ち点7で、1位2位で、並んでるという状況ですね。で次が、では次っていうか今日が、パリ・サンジェルマン戦ですね。アウェーのパリ・サンジェルマン戦、ホームで 2-0 で負けたのかな。まあ、負けたから最初は、だから今度は勝ちたいなと思うんですけど、勝てる気がしなかったんだよね、正直。なので確か5バックで行ってもダメだったから、確か1点も取れなかったし、でも4バック4-2-3-1で行ってみるか。ちょっとメンバーがリーグ戦との兼ね合いで疲れてるメンバーがいるんで、またちょっとメンバーは変えてきますね。よし、じゃあこのメンバーでいきたいと思います。 4-2-3-1 でいきます。でコメントで、クロリッキーがね、ボランチで見たいっていう人がいたんで、ちょっとボランチで使ってみようかなと思います。まあ遠藤とねクロリッキーを逆にしてもいいんだけど、もともとクロリッキーはミッドフィールドボランチの選手になるみたいなので、たまにはちゃんとしたポジションで使ってあげようかなと思いました。はい。で2列目遠藤と久保と伊藤純也で、ワントップに豊川ですね。でベンチメンバーが疲れてるんだよな。柴崎使いたかったのに使っちゃったんだよね、リーグ戦で。だからちょっとあの体力ゲージが減ってるけど、ちょっとベンチ入りしてもらいます。はい。で、また、あれです。試合中はあんまり喋んないと思います。真剣にやってるんで。喋りながらやってるとね、どうしてもね、失点したりとかするんだよね。黙ってても普通に失点するけど。まあ。口数は少なくなると思います。はい。A big night at a great venue, the Parc des Princes here in the French capital, Paris. Looking forward to this one. And I can remember watching PSG when they didn't have the attached glamour that is part of the story now. It's always intriguing watching them in the Champions League. Well, as we've already made note of, here is the scenario for the visitors tonight. Can they secure their place in the knockout stages, Lee? Well, yeah. ちょっと待って、やばい。Sometimes that can be a dangerous position. Just go out and win the game. That'd be my message to the players. あれ、パリ・サンジェルマンのフォーメーション見るの忘れたな。You never quite know who's going to emerge from the shadows and become a match winner, but this man might be. Can he get the lead? Oh! よし。オフサイドはないの？やったぜ。An early opening goal lead. Well, you always want to start quickly, and there's certainly a quick start. 誰これ？クロリッキー？これ？ロシア？もしやクロリッキーでは？いやこれクロリッキーでしょ多分。決めたの。いや、グロリッキーじゃねえか。え？これ何？なんかみんなのコメントの言う通りにすれば全部勝てるんじゃねえのこれ。はい。あ、危ねえ。やっぱ分かんねえもんだな。ちょっと待ってくれよ。ナイスキー。中村康介素晴らしいわ今のは。
いや獲得してよかった。うん。よし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 、いいよ。おい、バカ何やってんだ。ああ、よかった。危ねえ。いや、いけるぞ、これ、ついてるぞ、俺。普通なら今の決められてたんだろうね。ムバッペの決定力からしたら。ムバッペとさ、ネイマールいんだもんな、このチーム。やべえよな、そう考えると。いや、待ってくれ。待ってくれ。いや、早い早い早い。早いって、お前、それをやめてくれよ。それをやめてくれ。それを。いや、ナイスキー、ナイスキー。いいね。中村浩介に何度救われるんだ。おい。いやダメだこれ、もうすぐ追いつかれんぞこんなの。でも前半は1点リードで終えたい、どうにかして。あ、やべえ、間違えた。あ、よかった。ナイスナイスナイスブロック。怖っマジで。いつ失点してもおかしくねえからな、こいつらの決定力からしたら。いや出たよ、そういうのやめてくれよお前。あぶねえ、誰今のヘディング。もうまたバーさんに救われたよ。バーさんとね、ポストさんもね、本当にすごいよね。全部止めてくれるからね、あそこに行けば。よし。これいけんじゃねえかマジで。あ、そう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 、ここで取られたらやばいって。あ、やっちゃったよ。え、ファールないの？え？あ、さっきのやつなの、多分これは。いや、absolutely. And that's what the fans want. They want to see the game going on. They don't want to see it stopped for something like that. Neymar has a goal. あ、こわ、危ねえ。いや、いいね、いいよ、いいよ、トヨガは。大島じゃなくて。大島、なんでこんなフリーキック精度低いの？キッカーがさ、久保しかいねえんだよな、このチーム。きたエンドに変えて伊藤で木田を、木田入れるか。武藤も使いたい。あ、どうしようかな。これでいっか。久保君疲れたから。よし。Both managers deciding this is the time to change things around. Both teams going. 取られんな、エンド。Now, Rabiot, Neymar, Verratti,
崩されてんじゃねえか。あぶねえ。いいぞ、なんかマンジュキッチとか使ってくれてるから勝てるぞこれ。マンジュキッチもうあれでしょ、能力なんか衰退してるでしょ。うおい、中村康介当たりすぎじゃねえ今日。あぶねえ。コーナーかよ。うわい、またバーさんが守ってくれた。ポストだったの。いや、ポストさんもナイスだよ。ポストさんとバーさんと中村浩介鉄壁だな、もうこのチーム。これもチャンピオンズリーグ優勝あるかもしれない。いや、いいね、いい展開。キャ、伊藤、どこ、いや、何やってんだ、お前。今ね、間違ってシュートボタン押しちゃって、あ、やばいってキャンセルしようと思って、罰を連打してたら、ショートパスが発動してしまったっていう、そういうミスなんだね。おい、聞いた、ふざけんな、お前。あ、取られてんじゃん。それはやめろ。やっちまったよ。でもこれ決められても勝ったよな。上田いいよ、しょうがない。それはでも2点取れてよかった、マジで。まあ、でも最後引き分けてもよかったんだよな。あ、そっちかよ、今あれ。今スタミナもすっからかんなったことになってなかった今。ターンオーバーしねえんだな、パリ・サンジェルマン。これターンオーバーしなきゃダメだよ、ちゃんと。だから勝ってたのかもな、疲れてるパリだったから。コンディションが良くなかったみたいな、パリは。じゃなきゃこんな日本人チームが勝てるわけないわ。つってももう3失点4失点してもおかしくなかったけどね、内容的には。多分データ的にもさ、あれだよね、そうだよね、うん、13本くらい打たれてたよ。シュート4本で枠内4本で2本2点決めてるって決定力やばいね。シュート精度 100% だし。いやー、よかった勝てて。で、次は、ポルト戦か。ああ、何、間3試合あんのか。じゃあ、また、次回ね。あ、てか、まず順位表だ。そうだよ。順位表を見せようぜ。どうなったんだ？どこで見れるんだっけな。ここか。日程表示。10、10、6、3。あ、突破決まったじゃん、これも。決まったよね。あと1試合しかないんでしょ？パリが勝っても9ポイントだから、何をしようがどうあがこうが、突破決まったよな。ありがとうございます。いやー、本当に終わったわ。え、なんかこれニュースに載ってないかな？国際ニュース、国際クラブニュース。引き分け以上でチャンピオンズリーグノックアウトステージの進出が確定しますって書いてあるから、もう勝ったから、もう確定したよな。多分な。
じゃあこれポルト戦やる必要ある？やる必要あるっていうか、動画にする必要あるかな？まあ、軽いハイライトでいいか。なんかゴールハイライトがいいな。じゃあ次の動画は、なんか2月ぐらいだっけ？決勝トーナメント。そのぐらいまで一気にバーって進んでるかもしれない。移籍市場で誰か獲得したら、その都度、もしかしたら、なんか、ね、なんか動画にするかもしれないけど。よかった、勝てて。マジで。じゃあ、ここまでご視聴くださった皆さん、ありがとうございました。で、また次回ね、次は、ポルト戦をちょっと動画にして、でも一気に、本当に12月、今11月だけど、一気にもう2月ぐらいに進んでるかもしれないです。はい。じゃあ、また次回お楽しみにし、ご視聴ありがとうございました。